はい。ブランク落語教室です。今日は、12月20日で、直前の本番直前の、放送室になります。だからもう設営も終わっていて。そうですね。これ声こんなトーンで聞こえてる？聞こえてる。聞こえてるんだ。うん、あ、結構取れるんですね。持ち寄った服を交換するというイベントを行います。不安定なタスクシリーズの13回目。はい。はい。田中幸喜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、改めて後で本番でいろいろお話ししたいと思いますが、不安定なタスクシリーズの1回目、2回目、それから飛んで4回目を、2012年の9月と、もう1個は12月、それから2013年の1月だったと思いますけど、ここで不安定なタスクやっていただいて、ただそれからもう2年以上です。そうか、2014年。そう。2年以上経つんでしょ。そうですね。うん、そうです。2年。だから、久しぶりなんですよね。久しぶりに。久しぶりか。だから最後が2013年の1月だから、まあ、まあ、そっか、2年弱っていうことですね。もちろん来る。いいですよ、こっちは見てない。そうで、結局、ここ、ブランクラスで不安定なタスクをやることによって、うん、不安定なタスクゼロを、うん、実は、青山目黒でやってた、お茶のプロジェクト、お茶を持ってきてもらって、うん、で、夜間に入れて、それでこう、持ち寄ったお茶がそのまま煮詰まるっていうか、その状態でみんなに飲んでるのを一応その先にやってたんですけど、それをまあブランクラスでやることによって、ブランクラスで 1回目のファンデアタスクをやることによってそっちをゼロにして、で実質14回目の13、今日も13が分かりにくいんですけど、で、それがいつだったのか。でもそれも2012年だから、うん、まあ、みんな半袖なんで結構ないですね。で、1回目が、日本語何にしてたのちょっと覚えてないです。懐中電灯を振り回しながら夜の街を歩くんです。歩くんですね。この時でも多分この不安定なタスクの中で一番人が来た。ああ、50人、まあ45人とかかな。45人とかそれぐらい。まあスタッフ入れたらと。そうかそうか。まあ50人超えてたかな。でその時は、ここでまず集まって、うん、まあテーブルの上に懐中電灯を置いて、でブラブラ歩き出して、1時間かな。1時間20分とかじゃないかな。あ、そうか、意外と歩いたんですね。そう、まあ、人数が多いから、まあ、そうか、そうか、それでゆっくりになっちゃったんですね。そうなんですね。で、その ルートを小林さんに考えたんですか。そう、まあ、近所の、まあ、懐中電灯を歩くのに、持って歩くのに、どういうとこがいいかなって言いながら、まあ、ちょっと暗い道があったり、まあ、夜の公園を抜けたりして、そうですね。水ヶ丘公園って横浜市の大きな、まあ、体育施設がある公園がこの辺の避難所指定されているところがあって、 そっか、そこいいかなと思って、まあ、スタート最初に登ってた、まあ、なんとなくやっぱりその田中君の出してくれたお題にやっぱりその災害のことをちょっと思ったりして、自分がなんか大地震とかあったら行くだろうところ
なるほど、うん、にみんなで行くのいいかなって。だからなんていうのほら避難訓練みたいなさ、うんうん、やったことないからとりあえず公園まで行ってどうする、まあ、その後か川の方まで下って。そうですね。で2回目が、真ん中に、まあ、なんか大きなテーブルを置いて、はい、で いわゆる非常食、そうです、災害のために食べる非常食を、まあ、なんかか長く持つカップ麺とか、うん、あとパンの缶詰ね、パンの缶詰とか、あと普通に乾パン的なもの、乾パンもあったし、あとなんか羊羹、あ、そうだ、羊羹、栄養羹栄養羹あと 5年ぐらい持つ水とか、そうだそうです。なんかそれで、まあ、それを、まあ、試食で食べながら、うん、名前について、まあ、それぞれの名前について話す。あれって大きくも入らん、これも、あ、まあ、僕があのネットでそれこそ検索して出てきたものから一応バリエーションを、うん、あとまあなんか興味があった、そう、栄養価とかどういう、うん、かなり良かったけど。で、この時も、まあ、12、3人そうなんですね。で、一人一人、自分の名前を書いて、でそれについて、まあ、その名前にまつわる話。あ、そうです、ね。まあ、自分の名前が嫌いだったとか、いろいろありましたね。生命判断で名前書いて、森田博明。秋の字が、そうですね、違う、本名とアーティスト名が違ってたと思いました。あとなんか旧漢字を使って、旧漢字を使うと、そう、本当はそれが本名なんだけど、なんかこう印刷物に載せるときに載せづらいから、旧漢字じゃなくして、あとは女性はほら結婚して、あ、そうですね、戸籍上の名前が変わるっていう話が、まあ、いくつかあったと思うんです。そうですね、安いって力トムですよ、ね、あ、そうです、その話になりました。学芸員の方がこの日は多かったので、3人ぐらい参加してた。あ、そっか、国際交流基金、そうですね、はい、あの日本海の担当の国際交流基金の方、そうだ、今回倉谷さんの担当になりました。あ、嘘そうかちょっと連絡しようと思う。もうね、西川さん招待したと思うんだけど、ちょっとね、確認しようと思ったら、もう今日最近ね、Facebook が制限がかかって、あ、そうなんですか、イベントの招待もものすごいしにくくなって。あ、そうなんだ、うん、そう、あ、それで何回かに分けてるんですか。分けたりしてるのも、あ、そういうことなんだ、うん、でもこう誰に招待したのか後で確認するのに500件ぐらい見なきゃいけないから、結構大変です。分かんなくなっちゃう。そうですね。で3回目が、これ、一応不安定なタスク全体としては、うん、あのなんだっけ、コレクティブアクションしてる、はいはいはい、まあ、集団行為、うん、だけど、不安定なタスクの3つ目だけは僕一人でやったっていうのがあって、これはあの、これ前池袋の写真です、ね、ここはね、ネット状態は見えてないけど、うん、池袋から先の宮まで、うん、あの帰宅難民になって帰った人がいて、うん、まあ、母国の友人なんですよ。浦野さん、何か言っちゃっていいのか、あ、そうか、いいんじゃない、まあいいか。浦野さんがそのだ、僕がそのまず震災を知ったきっかけがツイッター上で何人かが何かあったみたいな話言ってて、で浦原さんがその地下鉄がどうやら止まって、で池袋の公園に集まってるって言って、で多分 その時点では日本、まあその東京とかにいる人は何だろうと思ってて、で他のツイートを経由して、例えばアルジャジーラとか、あ日本の状況をあの流してて、あ、なんか NHK をアルジャジーラが NHK をなんかブラウズしてなんか流してる、うん、そんな感じの時があったんですけど、
で、まあ、歩いて、どうやら電車動かないから歩いて帰るみたいになって、ちょっと心配だなと。どのくらい歩くのかなみたいな。で、その歩いてる道中、なんとなく、今どの辺ですか。で、そしたらその歩いてる道を僕が昔自転車で通ってたことがあって、あ、多分この辺ですね。で、それを大体1年後ぐらいに、なんかちょっとせっかくだからというか、まあ歩いてみようかな、まあ遠隔で、だから道に迷ってるうららさんに、こうやっていけばいいよって言ってたよ。そう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 。ということで、だからまあそのリアルタイムにシミュレートしてたその道を、時間が経ってもう一回歩き直して、まあ、もちろんその時間とか結構違うんですけど、うん、でまあ歩いていく道中で今度は逆にうららさん電話して、こっちでいいですかみたいなのを、多分ここですよ、ね、で確認しつつ、まあもちろん自宅は知らないから自宅まで行ってないけど、まあなんとなくその先の宮の行きあたり、帰宅難民はあれで変な時間帯だったんだよね。遅い時間なんですよね。いや寒くなかった。いやだから2時とか3時だよね。あ、そっか、うん、そうそう。あ、でもだから同じぐらい、あ、うん、とか外にいた人が何だか分からなかったってことだよね。うちにいて情報がある人はすぐに東北のそれだって分かってるけど、帰りがけの外にいた人はちょっと、うん、まあ もちろんネットで調べた人は分かるかもしれない。かなりの人数が帰宅難民だったんですよね。あと結局あれですよね、その会社帰りの人がさらにその後増えて、なんか写真で帰宅難民で帰ってる人の、やっぱなんか夜、あと例えば渋谷とかがもう人が増えちゃって、そうそう、いやだから帰る、そう、帰らなきゃいい、本当はね、うん、あ、確かそういうふうな風に言われてましたね。そう、帰らなかった、帰らなかった人も結構いて、会社に泊まり込んだり、僕の知り合いも原宿でもう、仕事場で一晩過ごした人とかも結構いて、そういう人も、うん、あれすごい現象だ。やっぱ帰りたくなるんだよね。まあ帰りたくなります。だって7時間とかかけて帰ってくるんですよ、ね、まあここのケースだと、僕が歩いた時は3時間ぐらい、あ、うん、そう、なんか3時間そうか、まあまあ3、まあ、3時間でしょ。東京日大きいんだよね。まあ大きいですよ。で、4つ目が、ここに今布団を敷いて、この時も14、5人ぐらいの方がしか、まあ、みんなで寝て、で、その、まあ、本当は泊まったらよかったかもしれないけど、うん、で、まあ、1時間か、1時間半ぐらい。1時間ぐらいですね、1時間ぐらい。でも、まあ、とりあえず実際寝た人もいる。そうそう、実際に本当に 寝ちゃった人もいて、で夢見たっていう人もだからいたよね。一人大丈夫だった、うん、あ、いたか、一人だけだったと、はい、大概 夢まではたどり着けない、うん、それでまあでも結局その、今までに見た夢とかどんな夢を繰り返し見るのか、なんかそんな話を結構してそれをこう僕がまあメモっていくというか、なんかそんな感じで。でもなんか妙な、その、この時思ったのが、その、なんていうか、妙な連敗か、僕が勝手に思っただけかもしれない。ああ、でも僕ね、これ、今、5年間のアーカイブを見ながら、松本達夫と対談して、まとめようと思ってるんだけど、それでまあ、不安定なタスクって、結局、同じタスクをみんなが同時に一緒にやってるはずなのに、うん、個々人で起こっていることが、まあ、バラバラであるっていうようなことなんだけど、夢はさらに結局別のことしてるんじゃないかと、実際に夢見たとしたら、うん、それは、まあ、不安定なタスクの中でもさらにそのままっていうか、うん、それを回収し
する共有するとかってことにはやっぱりなりにくいタスクなんだなと思って、なかなか不思議な不思議なミッションというかなんか感じだなと改めて思ったんだよね。考え直してみると、まあ夢は共有できないですよね。それでだから現実の時間軸と夢の中の時間軸、はいはい、それは真島君がどんどんそういうふうにハマっていっちゃったんだけどそれ自体の違うのに、はいはい、それをさらにだから、あ、うん、そうか同じ時間に寝てるとかいう状態は一緒なんだけど、うん、行為は一緒だけど、そう夢見るってことになるとさらにちょっとタスクとしてはこう回収もしようがないみたいな、うんうんうん、これなんか実はロンドンでやったんですよ。はははロンドンでは、その ICA に泊まってその、うんうんうん、で次の日の朝何の夢を見ましたかみたいな話をしたんですけど、なんかその時はこのブランクランスで僕が多分勝手にそう思ったんですけど、なんか確かにその共有できてないんだけど夢のことを話すことによってなんか普段話さない話だった、はいはい、それをなんか伝えることでなんかこうみんながオープンになってくる、うんうん、気持ちが、うんうん、あ、コミュニケーションって一つそうだよね。そう、それはそう思いました。そしたでもその IC の時はなんか本当に寝て次の日朝ご飯食べながら喋るとなんかあんまりそういう感じがしなくて、うんうん、もしかするとその場で起きてそのまま喋ったから、だからなんか夢見てないから、そうそう、あ、そう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 夢見てないからそう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 、それがなんか、あとそのなんかこう、修学旅行感っていうか、うん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 、みんなこう一応布団敷いて寝てて、でなんかそこでこう喋るみたいな、ちょっと暗かったりもして、うん、なんかそれがこう割と開いていく感じだった。まあ、コミュニケーションのあり方としては、そもそも夢を言語化するってこと自体がさ、文学的にもトライされてるけど、なかなか無茶なものじゃないですか、うん、そうですね。なんかこう印象がよくわかんなくなったりする、うん、なんかそれをこう、まあ、ツールにコミュニケーションするってところまでいけば確かにちょっと違うことが起きてるかもしれない、うん、なんかそのだからやっぱりこうその不安定なタスクに通底するね、そのバラバラの経験とでもこう実際一緒にやってる経験とのコントラストというか、それはな、まあ何なんだろうなっていうのは結構いろいろ考えることが多いんですが、もう一つはやっぱり大木くんが選んでくるタスク自体が独特というか、そうかな、独特だよ。そのなんかいろいろ審査の資料を読んだりとかして、うん、なんかこうそこからこう持ってきてくる。うん、もちろん。だからそれはね、ベネチアが前提というのがあったんでしょうし、そうだよね、みんなで苦節を。でも、あんまり実はそのベネチアだと、そんなに中心的なものでは実はなんか、うんうん、あ、多分見た人にとっては、うんうん、だなんか、やっぱり継続してその やっていこうっていう感じの方が強かったかもしれない、うん、その震災のことをどういうふうに自分は捉えて、うん、あるいはなんかその中の何に興味を持ってそれを自分の中にどう取り組んで、うん、なんか対応していくか、まあ、なんかそういう意味では、一応、まあ、時間は経ってるんだけども最初にやった時とあんまり気持ちの上では変わってない、うん、だなんかむしろ日本に帰ってくると周りの変化が早すぎて、ちょっとビビビるっていうか、なんかまだ2012年ぐらいの気持ちなんですよ。なんかこう、ゆっくりになっちゃって、自分なんかさ、場所に時間がこうくっついてる感じがやっぱりあるじゃないですか。そうですね、外国と行き来、僕も若い頃知ってたことがあるんだけど、はいはい、そうするとその場所で流れてる時間と空いてる時間をすっ飛ばしてつながっていくみたいな、なんかね、頭のあり方があって、はいはいはい、それはだから そこでまた一種の距離が、うんうん、時間的な距離といったりとか、なんか起こりますよね。うん、でも
こうやって改めて思い出すと、その時の感触とか、僕もだって頭の中でそうなった時に、あの例えばそういう体育館とかになった時に、自分はどういう役割があるのかなとか、シミュレーションしたりしてたので、その中でいろいろ一緒にできたと思って、だから田中君が抱えた距離と、東京とか横浜から東北って距離とはまた違うけど、それぞれに何かはあるので、またそれでだから日本だといろいろ政治的なことがいっぱい起こったから、そうですね。摩耗してるんですよね、変な感じで。もう一回思い出すのはいいなと思うんですけどね。今ちょっといろいろまた思い出しました。あれでもとか4までなんですよね。今のは4、今の4ですね。だからここから先はちょっと後で。そうですね、あでも実は5はやってないんですよ。あ、今言っていい言ってもいいけど、もうそれ言って終わりにします。そうです。僕は本を燃やして食べ物を作るマスクを一応考えていたんですけど、これだけ実は最初ここでやろうかなとかって話も何となくしてないと思うんですけど、他なんか、バンクアートで何かブランクラスが、ああはいはい、なるほど、そうだ、なんかちょっとそこだったらできるかなみたいな話もしてたんですけど、結局火をね、使う。そうそうそう、火を使って。あれ、横浜トリエンナーレでやればよかったね、この間。ああ、そう。歌詞なんとかってあれでしょ、本を燃やす。そうそうそう、本を燃やす話。でもなんかその、いろいろ考えてたら、まあ、とりあえずやっぱり、ナチスが本を燃やしてる人みたいな。まあ、ネガティブだよ、とにかく。まあ、紛争ですよね。だから、なんかこう、ちょっと、どういう、コンテキストでどういうタイミングでやった方がいいのかなって思ってるうちに、なんかこうそのままにしてる。うん、面白い。なんかだって生きてることすごい好きかな。なんかあるよそれ。もう銭払は変えられないから、大事なさ椅子とかさ、ああ燃やして、うん、本とかもバンバン燃やしてる。なんだっけ、ニューヨークのどっかに閉じ込められて、ブリザードかなんか閉じ込められちゃう映画で、デイアフターズモノ、あれも本燃やして食べる。それをやっぱ思い出して食べるからね、寒いから。そうそう、とにかく燃やせるものはひたすら燃やし続ける。だからちょっとそのネガティブなのとはまた違うイメージが起こるかもしれない。でもまあそういう世の中にならないと思います。どっちでもいいんだよな。そうですね。まあ、じゃあこのぐらいにしておきましょう。そうですね。あとで、本番の冒頭にこの続きを少し、はい、だからグランクラスでやった不安定なタスクより、あと、今日の僕から10、まあ、今日のメーター13まではあとこのあと、7時半か。そうです、まあ、7時半か30分ぐらい。洋服目当ての人はもう8時。ああ、そうかそうか。話はどうでもいい。話はどうでもいい人は8時に来てもいい。まあちょっと寒いし、雨降ってます。まあでも、ぜひ。これは洋服探しに来てもらえると。見物がどれだけ来るか分かるんですよね。まあでも、まあ、女性ものセーターの結果は。そうです。そんな感じで、はい、服持ってきてもいいってことで、ね、あ、はい、持ってこなくても逆に持てなくてもいいし、まあ、持ってきてもらったらもちろん。トミー君が持ってきた服いっぱいあったけど服来れない。持ってもいいって言ったのか。残念なって、それは面倒くさかった。